用事があってさ。せっかく誘ってくれたのに、本当にごめんな。また今度な。もちろんいいよ。お前のお誘いならいつだってオッケーさ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。あなた、自分でその格好を分かってらっしゃるの？もう、鈍い方ね。もういいわ。どこへ案内してくださるのかしら？しょうがないわね。面白いのかしら。最近はずいぶん珍しい動物がペットとして飼われているみたいね。ご存知？そうね、あれはなんとなく気になってましてよ。あの、まだ時間もあることだし、もう少し付き合ってあげてもよくてよ。そうね、場所はお任せするわ。あなたとでなければこういうお店には来ないと思うわ。あの、何かお話ししてくださる？そんな呼び方気に入りませんわ。詳しいことは存じませんの。なんだか近寄りがたい方ですものね。お付き合いは遠慮したいですわ。そんなこと知らないわ。ご自分で調べたらいかがかしら。私、そろそろ帰らなくては。もう少しご一緒したかったですわ。こんなものかしら。ま、あまり期待せずにお待ちしてますわ。では、帰りますわ。当然、
家までエスコートしてくださるわよね。あなた、自分でその格好は…最近…あら、そうなの？このお店にはいるのかしら？ちょっと聞いてみてくださる？そんな呼び方、落ち着かなくて、なぜか早めに来てしまったの。どこへ案内してくださるのかしら？あなたとお話しすることで演技に深みが出たような気がするわ。私、理科の実験に協力することはなるべく遠慮してますの。そんな呼び方、気に入りませんわ。私、そろそろ帰らなくては。ええ、もう少しご一緒したかったですわ。今日はいい気分転換になったわよ。ええ、そうね。では、帰りますわ。当然、家までエスコートしてくださるわよね。あのね、おばあちゃんが倒れちゃったの。うん、
おばあちゃんね、前から体は弱かったんだ。最近は調子が良さそうだったのに。あら、ドキチン、どうかしました？あら、そうですの。とっても残念ですわ。私、今日は用事がありますの。お先に失礼するわ。ないよ。それよか、せっかくバイト一つ休んだんだから思いっきり楽しまなくちゃね。おお、私の大好きな格闘系だ。男の映画って感じ。格闘シーンなんかもたくさんあって、私はもう大満足。いえいえ、私の方こそ。面白い映画が見られて嬉しかったよ。また見に来ようね。ねえ、寄り道しちゃおっか。私がバイトしてた時もこれぐらい混んでたらよかったのにな。ちょっと意識しすぎかな。うん、なんでもないって。心配してくれてありがとう。